ジェイミー・ペック、ロサンゼルス、2013ジェイミー・ペックは、イギリスのティンガムシャー州キンバリー出身である、ブリティッシュコロンビア大学における都市、地域政治経済分野のカナダ研究主任、地理学教授。ペックは、エンバイロメントプラニングへの編集長であり、サマー・インスティチュート・イン・エコノミック・ジオグラフィーの呼びかけ人である。ペックは、ッケンハイム・フェローシップや、 ハーグネスフェローシップを受給した経験があり、マンチェスター大学の地理学教授、ウィスコンシン大学マディソン校の地理学、社会学教授を経ており、これまでに客員として、ジョンズ・ホップキンズ大学、オックスフォード大学、シンガポール国立大学、ビットバーターランド大学、ベルボルン大学、ノッティンガム大学、アムステルダム大学、オスロ大学、クイーンズ大学ベルファストなどに席を置いてきた。 ジェイミー・ペックの研究関心は、新自由主義の政治経済学、政策移転、経済的ガバナンス、労働市場理論、政策、都市の構造再編などに及んでいる。主な著書として、ニック・シオドアとの協著、ファーストポリシー、エクスペリメンタル・ステートクラフト・アット・ザ・スレッショルズ・オブ、ニオリバー・エリザム、カンストラクションズ・オブ・ニオリバー・ル・リーズン、ヘルガライター、 エリック・シェパードとの共変著、カンテスティングにオリバー・エーリザム、アーバン・フロンティアーズ、アダム・ティッケル、エリック・シェパード、トレバー・バーンズとの共変著、ポリティクス・プラクティス・イン・エコノミック・ジオグラフィ、ー、トレバー・バーンズ、エリック・シェパードとの共変著、ワーク・フェア・ステイツ、ワーク・プレイス、ザ・ソーシャル・レギュレーション・オブ・レイバー・マーケッツ、ワイリー、ブラック・ウェール・コンパニオン・2エコノミック・ジオグラフィーなどがある。 近年では世界的な規模でのアウトソーシングの社会学やアメリカ合衆国南部における労働政策、都市再編の政治経済学などに取り組んでいる。ありがとうございます。